悟空。まだゴミが残っていたのか。整蛊完毕。カカロット、サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃないと、スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。ザマーミヤ。啊，射了，射在哪头上？ベジータ！知ってたはずだろ？僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ウォーミングアップはこのぐらいにしようかね。ほらもだ。ここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなものを。クリリンさん。よう、無事だったか。そんな。フリーザだ。カルさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。お父さん。ほら、ピッコロ連れてさっさと地球蹴る。早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。哇，这个导入好帅！直接的可惜啊，这还没见面了哟。
スーパーフィニッシュ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。肌肉膨胀。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。ふざけるな。俺が負けるか。君引っかかるか。いやうわうわくそー。助けてスロースロー。そんなナメック星で生き返らぬよう一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。もうなあ。现在是大家手上都有这种暴力杀人机器是不是？Finish。果然还是好帅，赢了！我还真是帅到让人害怕。咦因为大意而被打败，好逊！真的是要一直用这个臭他，哎，这已经是世界知名的经典了。今じゃないとダメか？ほら、これから修行が。这样一看就知道谁是父子。皆にとっても大事な話なのだ。